sleep. ベース、レッテテビ、あれ、ベースさんは今ですかね、今ですよね、今ですよね、違うんだよ。
僕の彼氏はそうです。軽く男性して大丈夫ですか？お願いします。見えない顔しますか？来月10月5日、またこちらの荒尾城さんで、僕、ジェントリービーストというビートルズバンドやってるんですけど、そのバンドが、その日に、10月5日土曜日に出ますんで、全アラサーのビートルズバンドやってますけど、よかったら来てください。アラフィフは行ってもいいの？え？アラフィフは行ってもいいの？アラフィフ以外行ってもいいの？アラフィフ行っていいです。見に行ってもいい？アラフィフ行ってもいい？黄色い線行けるなら大丈夫です。出るからそんな声。出るからそんな声。黄色い線でも黄ばんだ線でもどっちでも大丈夫です。黄ばんだ線。今年をもって全員がちゃんと荒らさなかったので、ちゃんとっていうか。はい。というわけで、あんま完コピというか、ちょっとギターの子がちょっとブライアン・メイっぽいんですけど、ブライアン・メイ？そう、クイーンが好きなんですよ、ジョージアの弾き手が。結構ハードなんで、ブライアン・メイっぽいらしいです。はい、そういうわけで、はい、じゃあ、偉そうに。Let it be.
何でもできるもんね。ミチ、こいつなんだろう、幸せ豚でしょ。今日、山田君初めてか、初めてか、10年ぶりぐらい、10年ぶりぐらいですね、山田君、実はベアーズ始まる前にですね、トリッパーズというバンドをやってましてね、その、トリッパーズの、僕の前の乗客が山田君ですね、今ね仲良くさせてもらってね、10月にはですね、ジョン・ザンマイというイベントをね、仕切ってましてですね、また遊びに行ってあげてください。よろしくお願いします。あと1曲もね、山田君とね一緒に、やろうと思いますので、ね、お願いします。トリッパーの時に僕がトラで入ってトリッパーズでトラで入ってメモリーって覚えてますか？メモリーポップスにという場所でトリッパーズ のトラに入ってなんかシェアスタジアム全曲やるからコンちゃんに手伝ってくれって言われて大ちゃんが出るんだからその時があったんですよ。
そうそうそう、その前のジョン、ね、そう、俺の前のね、あのヤーヤーヤーのコンテストの時には、コンテストの時はそうだよね、だからその時に一緒に97年かなんかにの再会で、あ、ベスト、あ、僕はあの時その、ね、マージービーツっていうバンドであの出場してたんで覚えてますよ。あの時トールちゃんがポールショットするんだよね。そうです、はい。もう、あ、何だったっけ曲、オブラジオブラダウやったんですよ。あ、じゃあ違う年だったか。すいません、あのもう、まあ、十何年前の話だよね。20年ぐらい前の話だよね。20年ぐらい前の話だよね。あ、そうか、20年以上前だね。懐かしい、仲間がこうやって来てくれてめちゃ嬉しいです。あ、嬉しい、ありがとう。じゃあ、ツインリードギターといえばね、これということで、選曲していただきましたけどね、コンちゃんは最後に回ってね、そうですね、はい、アルバムの、これリボルバーですか、リボルバー、はい、行ってみたいと思います。アンデオバーツキャンシー、ワッツディッポWhenever